ポートウィリアムはアメリカ合衆国オハイオ州クリントン郡の村。2010年アメリカ合衆国国勢調査の時点における人口は254人。ポートウィリアムはもともとはウェストリバティと呼ばれ、そちらの名で1832年に土地測量図が作成された。ポートウィリアムの名を冠した郵便局は1834年に開局し、存続し続けている。 座標上の位置は、北緯39度33分6秒整形83度47分8秒、北緯39.55167度整形83.78556度 39.、39.55167マイナス83.78556である。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、この村の面積は0.12平方マイルであり、すべて陸地で、水面はない。 2010年アメリカ合衆国国勢調査の時点で村には254人97世帯63家族が居住していた。人口密度は1平方キロメートルあたり817.3人であった。住宅は113軒あり、平均密度は1平方キロメートルあたり363.6軒であった。人種構成は 白人が95.7%、アフリカ系アメリカ人が1.2%、ネイティブアメリカンが2.0%、アジア系アメリカ人が0.8%で、0.4%は2つ以上複数の人種に属する。ありがとうございます。